はい、今日はですね、令和6年3月30日、ちょうど23時回ったところでございます。ね。まあ、ほぼ閉店くんやったけど、うん。今日実はね、夜勤明けで、まあいや、明け休みっちゃ明け休みやけど、夜勤明けでね、うん、もうゴロゴロして、もう何やったらもう晩飯まで食うて。もう家8時半とかもう9時前、家出た。チャリンコパンクしとるし、自転車パンクしてるんですけど。しゃあないしね、もう一度のチャリンコで行ったけど、まああんま出てなかった雰囲気かな、箱使ったやつがそもそも少なかったからな、まあベタピンではない、大回収ではないけど、まあそこそこ通常営業みたいな、角の前じゃなく座ってね、なんかもう800回ぐらいハマってビップ引いて、また400回近くハマってて、まあ2000だけ回して400超えたけどね、なんの反応もなく、その前座ろう思ったら、常連の手袋のおっさんと言われて、あの手袋のおっさん、ほんまマナー悪いな、常連やのに。あの店、常連がマナーの悪い店って、ろくな店じゃないのよね、そもそも。そのおっさん、すぐ出よったし、俺がどいたその代もすぐ出よったし、もうシャーシャーも行って。まあ俺も1000円でペカったけど、1000円でペカったけど、レギュラーやったけど。で、ジャグレーンでビーク引いてね。まあ、3000円しか使ってへんから、その時点で、まあ、今帰りゃ勝ちかなとか思いながらね、これ、尺がないやんけ。どうすんねん、これよ。ちょっと回して、ジャグレーン抜けて、ちょっと回してからまたビーク引いてね。で、ジャグレーンでビーク引いて。3の1で。4ペカか。まだ足らんな。で、またジャグレーン抜けてね。ちょっと回してたら、またペカってね。ビーク引いて。その次、レギュラーやったかな？ビッグやったかな？いや、レギュラーやったかな？で次、単発のビッグで。この単発のビッグで、もう連が切れた。それを察知してたけど。7ペカでね、10ペカ行くかな？あと1時間40分くらいから、まだ1時間もなかった。40、50分あるから、まあ10ペカ行くかな？またそっからもう1個2ペカで。341回してね。コインでギビ出ししてね。退散主義だけどね。あれ、とっととやめとったら、少なくとも1万2千ぐらいはあったから、まあ、下手したら1万円かね、1万弱ぐらい買ったんやけどね。今日はね、総投資3千円ね。回収8千円。プラス5千円。もう、閉店間際に1点プラス5千円ね。今月ね、7勝9敗、負け越してますけどね。7勝9敗けど、プラス1万なんですね。うん、これがあるからね、ジャグラーはね。僕は勝率が良くてもこっち負けてるのがほとんどやけど、今回は逆転してて、7勝9敗で負けが多いけど、1万7000円買ってるっていうね。今年4000円買ってるから、プラス2万1000円買ってるんだよね。
一つ毎月の7000円ずつ買っていけばね、年間で8万4000円、うん、少なあ、まあね、いうことですよ。まあ、チャンネル登録もぼちぼち増えてきたんでね、うん、またチャリンチャリンでね、あれですよ、あのチェリーとかブドウ抜きとかあんま意識しないですよ、言うときますけど、うん、まあコメントでね、ブドウ抜けとかね、チェリーをフォローしろとかね、ごめんなさいね、ビジネスジャグラーなんでビジネスジャグラーなんでね、うん、あなたたちはね、その30円か300円か知らんけど、なんかとか期待値がとか言うてんか知らんけど、期待値って何？期待値積んだからええわ。いや、意味がわかれへん。財布の中身減ってたらあかんやろ。財布の中身が増えたかどうかやで。ね。期待値を積んだとかどうでもええから、そんな話は。うん。それはあなたたち負けてる人のね、言い訳だから。うん。期待値なんかどうでもええのよ。目先の金、ね、目先の数字、ね。目先のメダル、ね。どれだけメダルを回収できたか、それ次第やから。パチンジャグラーなんて、ギャンブルなんて、うん、次買ったらええわとかじゃない、今現時点で何ぼ買ってるか何ぼ負けてるかや、ね、うん、そこは大事です、ね、まあ、おかげさまでね、ちょこっと負けたところで、チャリンチャリンがあるんでね、うん、毎月チャリンチャリンがあるんでね、うん、まあしゃあないかなぐらいな、うん、まあ、ブドウとか、まあ、そろったらええかなぁ思って仲直ししてるけどね。ぶっちゃけどうでもいいっちゃどうでもええのよ。うん、ペカる瞬間とかどうでもいい。もうペカるかどうか、ペカってるかどうか、ペカったかどうかやから、ね。うん、ビッグかどうかやから、もうどうでもええのよ。この間のマラハンみたいにね、ビッグが7回連続で来てくれた、なんやったらその日午前中、ビッグだけで12回揃った。それでええのよ、うん。その後ね、レギュラーばっかりだったけど、長寿に追ってきてもったけど、ね。うん、ビッグが何回引けてメダル何枚回収して何ぼジェニーに変えましたか、それが重要ですよ、あなたたちね。設定位置でも勝てたらええのよ別に、うん、それでも設定位置ばかり打ったらいつか負けに近づいていくからね、あんまりおすすめしないけどね、それはこう設定それた方がええけどね、要はジェニーなんだから、まあ、言うてもね、ジャグラーなんて知れてるんでね、うん、大きく負け、アホほど負けることもなければね、アホほど勝てることもないね適当にジャグラーを取ったらね、チャリチャリするんでね、いうことですよ。ありがとうございました。もう今日行く前に一本飲んでるけどね、もう明日も休みなんでね、一本飲んでね、ご了承しようと思います。ありがとうございました。ジャグラー簡単だわ、お前ら呼ぶのおかげ。